皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。3月21日、地上波では微塵も伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は 157.82m です。おとついと比べると8センチの上昇。じわじわ上げている模様です。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。今朝9時のデータを見ると、上流の観測所での流入は毎秒6890立方メートルで、三峡ダムは毎秒6800立方メートル。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は推測不能です。上流の観測所の流量はほぼ変わりません。一方、今朝8時の放流量はというと、毎秒6050立方メートルで大きな変化はありません。単純計算になりますが、20% 程度の発電状況、6基前後のタービンが稼働していると推測されます。三峡ダムの貯水位を確認しておきます。こちらは2022年11月からの実績値をプロットしたグラフで、今日の水位を見ると依然として上昇トレンド。去年の今頃は 165.29m ですから、だんだんその差は縮まってきました。今後について推測してみます。後で触れますが、ウィンディの予想を見ていると、雨の量は多くなる傾向。例年通りなら、6月に向けて水位を下げていくはずです。ただ、中国の当局は、今年の2月に長期予報を出しており、2月の6日、極端な気象現象が、今年新たに発生する事態に備えるよう、全土に警告。あちらの場合は、不都合なことを隠すことが多いのですが、事前に発表するということは、よっぽどのこと。このため、ルーティーン通りには運用しない可能性も、ゼロではないかと。引き続き、注目していきたいと思います。西庵チャンネル。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。TikTok 削除推奨、イギリス BBC が職員に。時事通信が伝えています。記事によると、イギリス BBC 放送は20日、中国系短編動画投稿アプリ、TikTok について、仕事上の携帯端末から削除するよう、職員に推奨したと明らかにしたそうです。BBC によると、報道機関によるこうした措置は、デンマークの公共放送に続き、世界で2番目とのこと。以上、TikTok 削除を推奨、イギリス BBC が職員に、についてお伝えしました。西庵チャンネルです。今のニュースについて少し。前回の動画では TikTok の親会社をアメリカ当局が捜査しているとお伝えしました。今度はイギリスの公共放送である BBC が職員にアプリ使用禁止方針を出したようです。 TikTok がなぜここまで規制されようとしているのかについて、今話題沸騰のチャット GPT に聞いてみました。動画アプリ TikTok はセキュリティ上問題があるとされており、アメリカでは規制されつつあるようですが、TikTok のどこが危険なのでしょうか？と質問してみました。回答の前半では、先ほどのニュースの概要が表示され、次に危険性について答えてくれました。TikTok の危険性については、具体的にはユーザーの個人情報が中国政府に渡る可能性があることが指摘されています。また、TikTok は、ユーザーの位置情報や端末情報を収集していることが明らかになっています。これらの問題が、TikTok の危険性として指摘されています。AI による会話も、だいぶ、進化しているようです。さて、宣伝となり、大変恐縮なのですが、このチャンネルとは別に、ダム探訪、電車と徒歩で行く、というチャンネルも運営しています。まだまだ駆け出しですが、実際に日本のダムを訪問し、その魅力をお伝えしているので、ご興味のある方は、概要欄のリンクから遊びに来てください。いろいろダムを訪問して撮影していると、偶然映り込む未確認飛行物体にも出会えます。最新の映像をぜひご覧ください。西庵ツーリストです。こちらはダム周辺の月別、年間降水量になります。例年通りなら、
これから徐々に雨の量が増えていく時期となりますね。ウィンディーで向こう1週間の予想を見てみましょう。ご覧の通り、三峡ダムの南側で局所的に強い雨が予想されるようです。日本でもそうですが、同じところで集中して雨が続くと、地盤が緩み、川が溢れたりすることがあります。この予想通りになると、かなり被害が出る可能性もあります。ダムの上流地域では、それほど強い雨ではないものの、広い範囲での雨雲となる模様です。さて、昨日気づいたのですが、中国でまた別の意味のミステリーサークルが発生している模様。ここと、ここの部分にご注目ください。なぜか綺麗な円状の雨雲が突然湧き出してきています。雨を誘発しようとまた人工降雨ロケット、もしくは航空機により化学物質を散布して雨雲発生を試みているのでしょうか。もちろん、日本ではこんな雲は発生しません。それとも、あちらのレーダーは日本のそれとは違うものを使っているんでしょうかね。続いて日本、夜7時までの雨雲レーダーの実績です。関西は一日すっきりしない天気でした。明日は晴れるところも多いようですが、その後はまた雨になるかもしれません。こちらは大阪狭山市にある狭山池ダム。先日、出かけてみました。ため池が作られたのは飛鳥時代になります。今では桜の名所として有名。一部でしたが、満開になっている木もありました。皆さんのお住まいの地域ではどうでしょうか。さて、2020年の12月31日に、中国にある8000のダムの改修計画が発表されました。古いダムが多いというのが一番の理由で、2021年は内モンゴルのダムが決壊する映像が流れて話題になりました。全土に数万という数のダムがあるようですが、中規模、そして大規模ダムの改修が計画されています。三峡ダムもその中に入っていると明言されました。発表から2年になろうかというのに、その後、全く概要が伝わってきません。おそらく5カ年計画で進めるのでしょうが、音沙汰がありませんね。三峡ダムの船を上げ下ろしするシップリフトで、従来から指摘されるひび割れが補修されたように見える写真もあります。しかし、これは推測に過ぎません。新しいダムの成果については誇らしげに報じる一方、マイナスイメージのことについては、こっそりと進めているのかもしれないですね。さて、視聴者さんからの情報によると、しばらく動画を見ていないと、チャンネル登録が意図せず外れる現象があるようです。以前の動画で、この件、お伝えしたところ、同様のことが起こっていたとコメントいただきました。YouTube の仕様なのか、不具合なのかは不明です。お手数ですが、今一度ご確認いただき、登録が外れているようでしたら、再登録していただければ幸いです。